中華省共同会見リバティアイランドの中内田光政教授です。よろしくお願いします。はい、お願いします。春は日産大花賞をオークスと制覇しましたが、改めてどんな春だったでしょうか。まあ、それぞれ違うタイプのレースだったんですけど、大花賞はドキドキハラハラしながら見てたレースだったんですけれども、まあ、力は出してくれてましたし、オークスは本当上手に2400こなしてくれたレースでしたし、また強さを見せてくれたなと思います。オークスは特に6馬身差、圧倒的な力差を見せつけたと思うんですが、本当力差を見せてくれた内容ですね。そして放牧から秋華賞直行という選択をされましたが、この辺りはどんな狙いなんですか。まあ、休み明けを苦にするようなタイプではないんで、ここ目標で、関係者と相談して、はい、決まりました。放牧から帰ってきた時の感じ、いかがだったでしょうか。まあ、夏場ずっとノーザン信楽の方で見せていただいて、順調に来ているのを確認しながら、はい、夏過ごしてくれてましたので、帰休してからもそのままで、良いイメージのままで、はい、帰休してくれたなと思ってます。体重も増えていたという話でしたけれども。そうですね、やっぱ数字的にちょっと心配なところはあったんですけれども、やっぱでも実は見るとそんなに太ってる感はなく、ちゃんと成長してくれたんだな、それが数字に表れているんだなと思っています。実際春からどのぐらい帰ってきたのか、体重増えてたのか。ノーザン信楽の方で520ぐらいまで増えてて、数字的にちょっとびっくりするような数字だったんですけれども、帰休しても500以上はちょっとあったんですけれども、はい、今はどのぐらいまで若い人になっているのか。今で490前後ですね。ああ、そうですか。はい、ではそれは成長分と見ていいでしょうか。はい、見ていいと思います。パワーアップした部分や成長した部分で感じられているところってどんなところですか。やっぱ走りも安定してきてますし、精神的にはね、まだ牝馬らしいところはあるんですけれども、はい、体、動きともに一つ良くなってくれてるなっていうイメージですね。調教について先週1週前の調教から伺いたいんですけれども、川崎氏を乗せて合わせ馬の調教、どんな狙いだったんでしょうか。やっぱ休み明けですし、現状の成長したリバティをジョッキーにまたがってもらって、感触をつかんでもらい、現状これぐらいっていうのを、はい、知ってもらうために、合わせてやりました。反応や動きなどどんな印象でした。道中のリズムは本当リズムよく運べてましたし、勝姉妹もいい足で、はい、元のリバティだなっていう印象で、はい、見てました。そして今週も川崎氏が乗って、川崎氏は、ペースメーカーを前に置くような感じでという表現をされてましたけれども、今日はどんな狙いだったんでしょうか。そうですね、オーバーにならないようにだけ、はい、注意しながら、でも姉妹は馬を大きく使わせてたかったんで、その辺はジョッキーの感触を再度確認する感じで、はい、行います。ロクハロンが 82.1、 最後 11.7 という数字でしたけれども、この印象についてはどうですか。昨日の雨で少し時計がかかるような重い側にはなってたんですけれども、動きともに良かったと思いますし、姉妹も無理してないんで、追ってたわけではないんで、はい、時計的には十分かな。川崎氏は持ったままでしたね。そうですね、はい、もう馬が走っていきそうだったんで、もう本当、はい、編みかけたままフィニッシュしています。オークス直前はシーウッドの合わせ馬でも10秒台という時計が出る馬ですけれども、今回 11.7 ですが、そのあたりは何か気を使われた部分とかあるんでしょうか。本当やっぱ先週しっかりやってますんで、今週はオーバーにだけならないようにだけ気をつけました。仕上がりのジャッジとしてはどうですか。本当休み明けですけど、いい状態で走れると言い切れる仕上がりです。秋華賞についてですが、芝 2000m 初めての京都ということになりますが、どうでしょうか。不安いっぱいですそうですか。コース形態的にやっぱりね、京都の2000って特殊ですし、内回り、本当位置取りで左右されるかなと思いますので、はい、難しいトリッキーな部分が。そうですね、かつやっぱり人気背負ってる馬なんで、みんながね、はい、他の馬がどういう競馬してくるかっていうのもやっぱ気をつけとかないとと思って。初めての競馬場というところのこういう変化に関しては苦にしない方なんですか。環境の変化に対しては、そこまで、はい、大丈夫かなとは。こ
今度は正面スタンド前からのスタートですけれども、まあ、その辺はオークスでも1回、はい、経験してますので、あのうまく、メンタルのコントロールもしてくれればと思ってます、ね、理想のババはどうですか。 やはりリオババで、はい、あの走らせてあげたいですね。理想の競馬はどんな風にイメージされてますか。難しいですね、そこはね、本当、あの休み明けどういう競馬になるかっていうところもありますし、あのオークスみたいな、あの上手にリズムよく走ってくれればとは思いますね。まあ、一興ムード、ファンの皆さんも、そして我々もそういう感じで見ているんですが、それは感じていらっしゃいますか。そうですね、本当、あのいい立場に立たせてもらいながら、はい、仕事をさせてもらってますんで。ワクワク感、責任感、いろんな気持ちがあると思うんですが、今一番はどのあたりですか。一番はまずは無事に、競馬までたどり着けるようにっていう気持ちがいっぱいですかね。中内田調教師も初出走から10年目という年ですけれども、まあ、これまでの経験をこのリバティアイランドに生かしている部分、現時点で何かあるんでしょうか。そうですね、今ここで明確には答えられないですけど、本当今まで携わってきた馬、まあ、開業してからではなく、あの自分の馬人生始まってから、いろんな経験させてもらって、それが今には生きているとは、はい、思うんですけれども、明確にどの部分がどこに生かされているっていうのを答えはやっぱ、はい、ピンポイントではできないです。でも今回の仕上がりに関して今までことをぶつけている、注入しているっていう感じですか。そうですね、本当日々あの勉強させてもらってますんで、はい、それをあの次の馬、次の馬にと、はい、行かせるようには今チームと一緒に、チーム、貯金も含めて、取り組んでますんで、はい、チームという表現ありましたけど、厩舎としてもいろんな経験されてますもんね。そうですね、本当ね、チームとしてやっぱりやってますんで、もう本当厩舎だけじゃなく、もう少し幅広く言えばね、本当育成牧場から外球から、はい、あのその辺もやっぱチームと思ってます。史上7頭目の牝馬三冠への期待、自信、お願いします。はい、いい、難しいんですけれども、やっぱオーナーサイド、並びに牧場関係、リバティアイランドにこれまで携わってきていただいた方々の期待がすごく大きいと思いますんで、はい、リバティアイランドがこの舞台で、あの皆さんの、期待に応えれる走りを本当してくれると思いますので、はい、ファンの皆さんと一緒に、はい、応援していただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。総理質問は以上とさせていただきますが、はい、追加質問あればお願いします。はい、日刊スポーツの部屋と申します。よろしくお願いします。はい、この、日刊との比較でちょっと調教過程でお伺いしたいんですけども、この2冠は、川田ジョッキーが最終追いだけ、乗られてたと思うんですけども、今回は2週続けて初めて乗られたと思うんですけども、そこら辺の意図や狙いがあれば教えてもらってよろしいでしょうか。あのやっぱ春との比較をまず2週、1週前でしてほしかったのと、桜花賞みたいにドキドキハラハラするような競馬はあのもうしたくないなっていう気持ちと、はい、あの今回はあの次を考えずにここを全力で、はい、春はやっぱり桜花賞のあとオークスっていうのもやっぱありましたけれども、秋はまずはここをきっちり、はい、結果出したいっていう気持ちですかね。そういうメンタル面のスイッチ的な意味で捉えてよろしいですか。そうですね、はい、ここを叩きっていうよりか、はい、ここを取りに行くっていう気持ちで、はい、仕上げていきました。はい、お話ありがとうございます。はい、他いかがでしょうか。すいません、サンキュースポーツ山口と申します。よろしくお願いします。はい、先ほどあの京都の 2000m に関して、まあ、不安もありながらというお話だったかと思うんですけど、現状でこうどう克服その課題をというか、そのイメージみたいなものは先生の中でいかがでしょうか。やっぱり好意で競馬するのが、まあ、好意から中断で競馬するのが一番理想かなと思います。それが今のリバティならできるというような手応えであったり自信というのはいかがでしょうか。本当それはゲートを開いてからじゃないとわからないと思いますけど、はい、そういう競馬ができるように、はい、頭に入れながら日々一応に取り組んでいきます。はい、ありがとうございます。